ビートルズ・ビートルズの曲名一覧、ジエンド、ジエンドは、ビートルズの楽曲である。1969年9月に発売された11作目の、イギリス版公式オリジナルアルバム、アビーロードに収録された。レノン・マッカートニー名義となっているが、ポール・マッカートニーによって書かれた楽曲。アルバム、アビーロードの B 面の特徴であるメドレー、ザ・ロング・ワンの8曲目にあたる楽曲で、 メドレー全体を締めくくる楽曲となっている。また、ビートルズのレコードで唯一、リンゴスターがドラムソロを披露した楽曲ともなっている。本作の歌詞が刻まれた、タテスターのドラムソロをはじめとした各人の楽器のソロパートが含まれている。スターは、ソロを面白いと思ったことは一度もないと語るなど、ドラムソロを嫌っていて拒否していたが、ジョージ・マーティンの説得により演奏した。 このことについてスターは、ジョージ・マーティンに説得された。僕が叩いている間、彼がずっと数を数えていた。時間を稼がなくちゃならなかったから。それで僕は妙地クリなタイミングで切り上げることになった。長さが13小節だったからね。とにかく僕はソロを叩いたし、これはあくまで特例だ。やり終えた今は満足してるけどねと語っている。 このドラムソロは、アイアンバタフライの楽曲、インエゴダダビーガにおけるロンブッシーのドラミングを模したもの。ドラムソロが終わると、マッカートニー、ジョージ・ハリスン、ジョン・レノンによりギターソロリレーが始まり、各人に小説のギターソロを3回演奏している。このセクションは、ハリスンによる提案で、レノンが3人が、それぞれのセクションを演奏することを提案した。 各人のソロパートの後に、アンド、インザエンド、ザラビューテイク、イズ、イコールツーザラビューメイクに、等しいというメッセージが歌われるという構成になっている。マッカートニーは、メドレーをちょっと意味のあるレンクで締めたかったから、シェイクスピアを追求して書いたとコメントし、マッカートニーに多い物語調の歌詞を嫌っていた、レノンは、見ろ あいつだって書こうと思えばこういう哲学的な歌詞が書けるんだと皮肉半分に称賛した。ジエンドのレコーディングは1969年7月23日に EMI スタジオの第3スタジオで開始された。テープボックスにはエンディングと表記されていた。8トラックレコーダーのトラック1と2にスターのドラムス、トラック3にレノンのギター、トラック4にハリスンのギター、 トラック後にマッカートニーのベースが録音された。記録上はメドレーザ・ロングワンのメインセクションが7テークから録音されたことになっているがテープにはテーク7の後に22から33までの番号が振られたアウトテークが収録されている。このことから33回ものリハーサルテークの後にテープが巻き戻されて改めてカウントが開始されたと推測できる。 7月30日にメドレー、ザ・ロング・ワンに含まれる楽曲のレコーディングが完了したため、曲順を決めるための仮編集が行われたが、この段階では、ボーカルやギターソロ、オーケストラは含まれていなかった。試作段階のメドレーは、2019年に発売された、アビーロードの CD さんに収録された。8月5日に、曲頭のボーカル、7日に、ボーカルとギターソロ、 アルバムのカバー写真の撮影が行われた8月8日にベースとドラムスが追加された。その後8月15日にオーケストラ18日にエンディング部分のピアノとボーカルが追加されて完成となった。またスターのドラムソロには当初タンバリンとギターの音が入っていたがミキシング時にカットされた。このカットされた音が含まれたアレンジは1996年に 発売されたザ・ビートルズ・アンソロジーさんに収録された。こちらでは前述のカットされた音が含まれている他にギターソロやオーケストラが強調され、曲の最後にはアデイン・ザ・ライフのピアノコードが加えられている。出展2006年に発売されたリミックスアルバムラブに収録されているゲットバックにはドラムソロとポールの2回目のギターソロとジョンの最後の ギターソロが使用されている。マッカートニーは、ゲットバックツアーで披露して以降、コンサートでのアンコールのエンディングナンバーとして演奏されており、ポール・マッカートニー・ライブ、ポール・マッカートニー・ライブ・ハイライツ、バック・イン・ザ・ us マイナス・ライブ二世に、バック・イン・ザ・ワールド等のライブアルバムに、ライブ音源が収録されている。また、二0十二年に開催された、ロンドンオリンピックの開会式で、 フィナーレに、ポール・マッカートニーが、平10ドと共に演奏した。ビータリカは、メタリカの、ジ・エンド・オブ・ザ・ラインをカバーした際に、ジ・エンドのメロディを使用している。ありがとうございます。